坂口さん、ようこそいらっしゃいました。いや、お前が来たんだよ。お前が来たんだよ。そうでした。いや、最高の景色ですよね。丸太島。今日は天気が良くてさ、もう夏だぜ、これ。すごいな。いや、もう本当晴天。天気はすごいんですけど、僕あれ以来心が晴れないんですよ。あれとは？先日対決していただいたじゃないですか、サッカー。ああ、はいはい。何なんですかあれ。え？せっかく僕勝つために勝負挑んだのに、ボロ負けじゃないですか。いや、ちょっと待って。勝つために勝負挑んだのにではなくて、はい、勝つために相当準備したのにだったら分かるけど、はい、勝つために勝負挑んだのにって、 あのレベルで僕に勝負挑むのは、はい、ちょっと失礼じゃないか。帰宅部って言ったじゃないですか。いや、帰宅部だもん。僕南米育ちの少年ですよ。知らないよ知らないよ。日本の子供たちがテレビゲームやってる間に僕は草サッカーしてたんですから。ただ、はい、僕はさ、はい、ボールは蹴ってなかったけど、はい、人の頭は蹴ってたから蹴っちゃダメそういう意味ではちょっと、はい、サッカーは時間をかけた傭兵に敗因があったと思うんだよ。いや、なんか対決動画が公開されたじゃないですか。僕楽しみにしてたんですけど、あれじゃあ子供に見せられねえな。いやいや、もうアップしてるしで、実際にさ、はい、あれを見てパパに対する反応はどうだったわけ。いや、見せてないですよ。 YouTube 見ちゃダメって言ってただ YouTube をね、もう子供たちにずっと見せないでいるわけにもいかないので。いや、でもガクさん、あれですよね、 YouTube を分かってない。なんで？視聴者の人たちが見たいのはガクトさんが負けるところだと思うんですよね。いや、僕ね、はい、ちょっと一言言わせてもらいたいんだけど、はい、人生負け続けだよ。いや本当にもうね、負けて負けて何度も負けて、でも諦めてないから最後勝ってるだけの話で。あれ、某番組でなんか60何連勝とかしてんのってどこのどなたでしたっけ。あれは僕の人生の積み重ねてきた集大成じゃん。もう若い頃なんてさ、はい、そりゃ何度も何度も心打ち砕かれることあったし。本当っすか。本当本当で、そのたんびに、はい、もう海に向かってバカ野郎っつって猪木か本当もう本当にね、泣きながら、はい、エビだーって やってたこと、はい、めちゃくちゃ多いもん。今何て言いました？泣きながら。泣きながらエビだー、歯を食いしばれその前なんか行くの歯食いしばれの前までの泣きながらっていうところを撮りたいんですよ。いや、僕は、はい、なんか特別に傭兵とか言ってるけど、はい、違うよ、一般人代表だよ。いや本当にもう見てるみんなの代表本当代表。もうなんか日本のあの高橋宏先生の漫画でいうとこのグリコ的な存在になっちゃってるじゃないですかそんなことない怪獣ですよ。そんなことはないでも今日ちょっと考えたんですよ、僕マルタ来るまでの飛行機の中で、うん、まあ、あの悔しさを胸にいろいろ考えたんですけど、言っても我々昭和の人間じゃないですか。学者って、まあ、もちろんファンの方もいっぱいいらっしゃいますけど、当然アンチの方もいるはずじゃないですか。まあまあ、ファンの数だけアンチがいるからね。そうですよね。でも、まあ、アンチもまあ、強いて言うなら、まあ、僕にとってはファンみたいなもんだから。なるほどなるほどなるほど。ただですよ、このまま僕も負けたままでは終われないというか、やっぱ
昭和の人間が一番見たいのは、ガクトさんが後輩にしばかれるところちょっと待って、グリコが一番盛り上がるのは、あの最強グリコが膝をつくところなんじゃないかと。まず、はい、ごめんごめん、一言言わせてもらっていい、はい、まず僕はグリコではない、グリコではないし、的な存在じゃないですか、まあ、グリコではない上に、はい、なんで僕が膝をつくのあ、いいとこ気づきましたね。今回は僕の勝ちしかない勝負なんですけど、題してガクトを殴ってみたあの一方通行です。普段鍛えられても知ってるんで、僕のパンチで一発でいけるかどうかは分からないですけど、もうひたすらガクトさんが最後ガクってこう膝をつくとこまで僕にしばかせてください。で、膝がついたら一言一言だけ言ってほしいんです。ギャフンってこれは絶対的な先輩、不良の先輩が後輩についにしばかれるっていう姿は、これもうタイトルが読めるんだけど、はい、ガクトを殴ってギャフンって言わせてみたとかっていう、そうです、なんかくだらないな、なんか それこれはね、そんなんやりたいんですよ。ガクトさんを僕がもう思いっきりガーン殴って、ボディをで、ガクさんが膝をガクッてこうついて、もうやめてくれと、やめてくれの前にギャフンって言っていただきたいんですよね。あのさ、はい、何発殴るつもりなの。いや、もう10発でも20発でもガクさんが倒れるまで僕殴ろうと思ってるんで、それもガチガーン殴ろうと思ってます。ほんと、何なの何なのこの人ボディで意識は問わないですから。いやいやいや、ガクトさんの心が折れた時にガクトさんの膝がガン落ちてギャンって後輩に言わされるわけですよ。あ、分かった分かった。じゃあ、はい、何発殴りたい。いや、もう倒れるまで僕は10発でも20発でも30発でも殴りますよ。分かった。じゃあ、はい、切れないから、はい、時間も限られてるし、はい、80発にしよう。ほほほほほほほ、舐めてますね、僕のこと。80発。うん、80発。ガチで。もちろん。あ、グローブは、はい、つけないと多分手怪我するから、はい、グローブはつけて、はい、で、80発。で、いつか。もし僕が仮に、はい、倒れなかったら、はいはい、とりあえず3発は殴らせろ。倒れなかったら、倒れたら、はい、膝ついてギャフンって言ったら、はい、そしたらもうその時は素直に負け認めてそれで終わり。ああ、絶対ギャフンって言ってください。うん、あの、膝をついたら何やってんの。モハメドアリですよあの勝負の前に蜂のように刺すんですよ。あのね、80発刺すんですよ。ほんとね、そのシーシャ持ちながら言うのやめてくれる本当、コロンビアのね、麻薬王じゃないんだから。いやいやいや、80発殴って膝ついた後殴るの絶対なしですよ。それはない。うん、だから、もし僕が80発殴られて、はい、それでも耐えて立ってたら、じゃあお疲れさんでしたっていう映像の締めがないから、3発ちょっと殴らせて。はいはいはい。あの、ボディね。軽くでいいや。はい、あ、本当ですか。うん。80発はガチで言っていいですか。ガチでいいよ。だって僕がガチで言ったら嫌でしょ。絶対うるせえよ、お前だろ。そこはガチだね。でも80発ボディって多分人間耐えられないし、内臓破裂すると思うから、じゃあそれでお願いします。ちょうどあの、対決にふさわしいような巌流島みたいな場所があるんで、そこで思いっきりガクトさんをしばいてみたっていう動画をね、こう撮らせてください。うわー、これ来た丸太来た回あったな。いや、それで今日はよろしくお願いします。ほんとね、やっぱ頭おかしい人っているんだな世の中には。こういうことやるとさ、よくわかんない人がなんかガクト殴らせろって来るんだよ。ほんとね、そういうの嫌なんだよ。もうさ、僕さ48のおっさんだぜ本当に
ただの48歳のおっさんだぜ。あ、でもそういう意味ではワーストとかクローズとかろくでなしブルースとかああいう漫画のあの最強だった人が40になったらあの不良はどうなってんだろうってあるじゃないですか、うん、あ、グリコってこんな感じなんだな47になってもってそのなんか実写版ですよね。あのね、僕はね何回も言うけどグリコではないからね本当に。だってああいうハイキックよく打ってるじゃないですか。いや本当にシェカラシカとか言わないからね、うん、やらせろとは言ってますからね、うん、いやなんか急になんかマルタがすごい本当いい天気でいい景色に見えてきたな。じゃあ早速日が暮れる前に、はい、タイトルガクトを殴ってみた、ガクトを殴ってギャフンと言わせてみた、行ってみたいと思います。Legendary rock star, best-selling author of North Village, known here in Japan as Mr. Perfect. Here is Gagatao! Crazy, stupid, unbelievable! His life is a story of a man who never gave up and never gave in. And the captain of North Village, known as Mr. Waruagake! いきますか、80発80発ガチで殴らせていただきます。はい、いきます。こうね、こうですよね。なんかもう下がツルツルで嫌なんだけど。はい、いきますよ。はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、2、はい、3。鉄筋入れてます。え、鉄筋入れてます。鉄板入れてないよ。ひってえな。はい、よし。はい、5、はい、6、はい、7、8、9、どうした。はい、10、はい、11、12、13、14、15。痛い。最後、19、19。よし。はい。シャーン。19。はい。20。27。どうした？はい。はい。はい。ほら、休むな。いって。はい、27。痛いよ。痛いよ。いって。マスクずれてる。あ、マスク外します。いやいや、マスクもやっちゃう。そうだ、マスク取らせた。全然効かないですか。全然痛いよ。シャーン。52。ほらほらほら、しっかり。シャーン。65。はい、68。
68 69 70、はい、行こう、シャープ、あと10秒。8、90しかないよ。やべえ。はい、行こう、はい、行こう。8、9。マジかマジかあいだだ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 、うわ、なんで、よし、じゃあ散歩できますか。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.